トレド軍事博物館で展示されていたティソーナ。現在は、スペイン、ブルコスの博物館で展示されている。ティソーナは、スペインの女子誌である、我が、シットの歌の主人公であり、実在の人物ロドリーゴ・ディアスでビバールが、携帯していた二振りの剣のうちの一本である。名前の由来は、炎の剣、または、松明の儀。バレンシアで、以前の所有者モロッコ王ユスフの将軍、 ブカルから剣を勝ち取った。エルシットが所持していた他の剣同様、歴史的にティソーナが存在していた歴史的な証拠が存在しない。1999年、その欠片がサンプルとして夜金学で分析された。葉は11世紀、ムーアのコルドバで製造され、ダマスカス鋼の作りであることが判明した。アラゴン王ハイメ一世所蔵の地祖という剣がティソーナで、 あると識別された。ハイメ一世の自伝ユーエブレイデルズフェッツとは、対照的に、コンター・デ・ヘスタで、エル・シットが所有する剣について詳細に、言及されている。我が、シットの歌の初版で、ティスンと表記され、ラテン語父王の意味は、燃える木、炭、焚き木を意味する。ティソーラは、物語の中で、ユニークな性質を発揮する。その強さは、装備者の強さによって異なり、 敵にふさわしくないものに恐怖させる。カリオン博の子供たちが手に持っていた場合、剣も過小評価されるが、エルシットが貸したティソーナが、ペドロ・ベルムーデスの手にあるのを見ると、フェルナンド・ゴンサーレスは、ティソーナを見て、恐怖におののき、戦う前に敗北を宣言する。ラファエル・フレイグイス、ラッチゾナ・デル。 シュドシゲダンドグエラ、オトラデマンダテスタモンテリアレイクラーマラサプエスタ、スベタデルエローメディバル、ベンディガ、エカスティリアワイレオン、ELPAIS.com、ドットコム、ハチデマースデ2011、コンスールタ、29.6、2011、セバスチャンデコバービウス、テソロデラレングイコステラナ、オエスパニョーラ、1611、アロンソ、j イ,イガルシアマルティネス、J. クリアド、A.J. オリジンオブエルシドエッソードリビールドバイ i CP MS メタルアナリシススペクトロスコープヨーロッパ11モンタノターフリュートスハットコンターデミーオーシドエディションオブアルベルトモンタノターエドギャラクシアグーテンベルグ、2007ありがとうございます